ヒメコのハドリ族は、鳥類スズメモク、ヒメコのハドリカイージスニーデイの唯一の族である。東洋区に分布。パキスタン、インド、スリランカから中国南西部、インドシナ半島、パラワン島、ボルネオ島、スマトラ島、ジャワ島、バリ島にかけて生息する。鳥類に参加しかない東洋区固有化の一つである。 他のこのハドリ類よりやや小型の全長14、17センチメートルで、灰色は黄色。かつては、このハドリカ、ルリコのハドリカと共に、このハドリカ入れ2台にまとめられていた。しかし、他の旧、このハドリカは現在は、スズメ城下であり、カラス城下のヒメコのハドリカとは、系統的に離れている。ヤブモズカマレコナティディオオハシモズカバンジェディニキニエンと、する説がある。 シブリー分類では、カラスカ、ヒメコノハドリアカイージスニニーの唯一の属だった。4種が属する。ありがとうございます。